りあえずね、納品完了です。納品完了したんでね、今から片付けをして、で、今回帰りの荷物、現在ね、北茨城の方にいるんですけども、帰りの荷物はね、土浦。茨城県の土浦。そっからね、荷物が出るそうなんで、今からね、片付けをしてから、移動をかけたいと思います。とりあえずね、今現在11時、7時半頃入って、でね、10時半頃順番回ってきて、30分で荷物が降りたという形なんですけども、現在11時です。だからね、とりあえず、今からピャーッとすぐ行ってもさ、お昼休憩中になっちゃいますんで、のんびり片付けしてから、向かいたいと思います。とりあえずね、いつものごとく散らかっておりますので、準備運動やないわ。まあ準備運動もして、片付けていきたいと思います。よし、やろう。よし、片付け完了ですね。よし、今から移動をかけたいと思います。約かかった時間6分30秒です。6分30秒で片付け完了。よし、今から走ろう。
あ、美味しかった。はい、ただいまね、9時半です。朝の9時半お昼ご飯を食べてきました。9時半はお昼ご飯です。ここね、朝7時から11時までモーニングタイムってあって、モーニングタイムはね、いろいろね、お得なモーニングメニューがあるの。その中のね、今回ワンコインで食べれる卵かけご飯、これをね、食べてきました。卵ご飯と、あとまた豚汁がついとった。豚汁と釘煮って言うんかな、いりこみたいなやつ、あれでね500円。あ、お腹いっぱい。僕ね、あんまり量食べんからさ、これぐらいの量がちょうどいいよな。ちょうどいい、お腹いっぱい、いい感じ。あー、幸せや。幸せや。朝から満喫しとるわ。あー、よかった、美味しかった。ちょうどね、なんかね、眠いなと思ったからさ、眠気覚ましにご飯食べてね、さらに眠くなるっていうね、このありさま。はぁ、とりあえずね、今から二次目の確認しとこう。荷物の確認して、二次目の確認してからね、また走りたいと思います。とりあえずちょっと荷物見てこようね。逆走車がおる、逆走車がね、逆走車がおる。給油してまたこうやって帰ってくるんでしょうね。パーキングね、逆走車が結構多いからね、気をつけんといけん。ラッシング止める位置がずれとるな。見てよかった、確認してよかったわ。ラッシングの位置がずれとる。よし、とりあえずね、荷物異常ないですね、大丈夫なんで、ぼしぼしまたね走りたいと思います。お腹がいっぱいやからな。気分爽快、天気もええしな、ドライブ日和やし、うん、大丈夫やな。よし、 OK、 今からまたね走りたいと思います。